私の消息筋によると、次の強方防衛戦には軽減将軍が自ら観戦にいらっしゃるそうです。え、将軍っていうくらいならすげえ忙しいんじゃ。それなのに俺みたいな無名の選手の試合を見に来るなんて。ルカ選手、自分の立場に対する認識を改めてください。あなたはもはや一階の選手なんかではありませんよ。演武天霊で今一番人気のある異性の選手が自分の愛弟子に挑む、将軍が観戦に来るのも当然と言えます。すげえプレッシャーだが、ケーゲン将軍の前でベロブルグの名を汚すわけにはいかねえからな。ふう、口から心臓が飛び出してきそうなくらい緊張するぜ。緊張しすぎると試合にも影響しますし、グッドドリームソーダを飲んでみてはいかがです。いや、やっぱりやめておく。あ、それではこうしませんか。他の人の試合を観戦しに行くのはどうでしょう。スケジュール表によると今行われている試合はブートヒルがケンキョンさんに挑戦しています。え、それはすげえ興味あるな。では行ってみましょう。ちょうど外に出られますし、控え室の中にこもっていてもますます緊張するだけですよ。早く行こうぜ。もたもたしてたら試合が終わっちまう。
恐れずひるまず、はっ、遅い、おすごい、和平行進の決心、青龍逆光ミルクティー最高、くらえ、上昇腐敗、大将は定まった、迷いはない、はっ、弱い、星々に反響、
私に手があったら汗でびしょ濡れになっていたことだろう。しかし不思議だ、なぜブートヒル選手は急に銃を収め試合を放棄してしまったのだろうか。まさか元凶の剣を恐れたのか、それとも指名手配のことが気になってやむを得ず立ち去ったのか。いずれにせよこの試合の勝者はラフの防衛剣士元凶選手。残念、遅かったか。後で再放送を見るしかねえな。よーホーリーベイビー、あいつはマジで強かったぜ。おっと、あんたらも俺の試合を見に来たのか。残念だがカンパニーのラブリーな奴らに目をつけられちまってな、さっさとトンズラしねえといけねえんだ。やっぱあんたはその腕の方がしっくりくるぜ。でもまどんなに急いでようが別れの一杯を交わすくらいはできる。出発前に茶でもおごるぜ。近人口に当時茶荘って店があるんだが、そこがまたうめえんだ。強いからいいんだろうが、俺ら大人の男にはクソ強くてキューティーなのがいい。ダメです、あなたはカンパニーの指名手配犯ですよ。彼を連れてお茶を飲みに行くなんて安心できません。心外だぜ、あんたがカンパニーのベイビーでも俺はあんたのこと嫌ってねえってのに、そんなに嫌われる筋合いはねえと思うな。まあまあ二人とも落ち着けって。ブートヒルに悪意はないんだろうし心配することねえよ。お茶を飲んだらすぐに戻ってくるからさ。待てよ、そんなことしねえって。ロリポップが俺のことを何だと思ってやがんだ。ブートヒルさん、いらっしゃい。さあこちらへ。おや、君は今街で話題の鉄腕のルカじゃないか。二人ともよく来てくれた。注文は何にする？遠慮なく言ってくれ。俺はもうすぐラフを離れる。先週にしかねえシングル爆芽濃茶で見送ってくれ。年代表記なしの吸気欠で頼む。こいつはこの後激戦が控えてっからな、千個英雄旗を一杯出してやってくれ。はいよ、ちょっと待っててくれ。ここの雰囲気はベラブルグとあんま変わんねえんだな。気に入ってくれてよかったぜ。今日あんたを茶に誘ったのは二つ用があったからな。一つはあんたに詫びようと思ってよ。俺はあんたの覚悟を試そうと思ってたんだが、命を懸けてまでやるのは確かにやりすぎだったな。謝るぜ、マジ悪かった。その茶で水に流しといてくれねえか。そんなに謝んなよ。ブートヒルとの試合のおかげで俺はたくさん成長できたんだ。むしろ感謝してるくらいさ。そうよし、俺を恨んでねえならそれでいい。そんじゃ二つ目だが、あんたに危険するよう言うつもりだったんだ。いや、それはできねえ。あの時ブートヒルの銃に立ち向かったみたいに、俺は敵前逃亡なんてしたりしない。まあ聞けや、俺は急いでここを去らないといけねえわけなんだが、あの防衛剣士もその理由に関わってんだ。あのガキはまだ若えが実力は並外れてやがる。あいつとの試合は仮に時間をかけたとしても勝てるかどうかわかんねえ。一回の勝敗のためだけにカンパニーの犬どもの手に落ちちゃ割に合わねえからな。だがあんたは
自分の意思でいつでもここを去ることができんだろ。すでに銀河中があんたとベルブルグの名前を知ったようなもんだ。もう目的は果たしたろ。ここで棄権したとこで誰もあんたを責めねえよ。だが今試合に出るってことはボコられに行くようなもんだ。わかんだろ。ああ、わかるぜ。それでも俺はあのリングに立って拳を振る。だって勝敗だけが戦いの全てじゃないからな。いいじゃねえかルカ。もしかしてまた俺の覚悟を試したのか。危うく騙されるところだったぜ。ポップなウーボメ、あんたを見てったよ。ある友人を思い出すぜ。ランハっていう小娘なんだが、あいつもあんたと同じように強情なやつだった。ん？じゃあその人も俺と同じように弱いのか。あんたは素手で光線を爆発させられんのか。え、その人にはできるのか。いや、あいつにもできない。だが、できると言い張り続けてたんだ。それはめちゃくちゃだな。ホーリーベイビー。だがあの小娘は確かにめちゃくちゃ強えぞ。もうこんな時間だ。もうすぐ元凶との対戦が始まる。ルカは帰ってきてるのか。控え室に行ってみよう。もうすぐ最後の試合が始まるなんて夢みてえだ。平常心ですよルカ選手。いつもの練習試合だと思ってください。結果がどうであれ、あなたはベロブルグの歴史に名を残す人物です。それこそが夢を見てるように感じる理由だって。だがよ、今回のラフの旅での最大の収穫はあることを理解したことだ。俺が拳を振るうのは何かを得るためでも何かを証明するためでもね。言ってしまえば勝利のためですらね。拳を振るうその瞬間、俺は銀河で一番幸せな人間になれるってことだ。ただそれだけなんだ。よくわかりませんが、それでもあなたの成長を見届けることができて嬉しいですよ。よし、もうあんまり時間もねえ。最後のリングに上がる準備をしようぜ。ジェパードさん、アルジェンティ、ブートヒル、スバローグ、それから尻尾も、みんなが俺に教えようとしてくれたことは実は全部同じことだったんだ。おお、これで俺もちょっとくらいは強者の領域に足を突っ込めたんじゃねえか。いわゆる強者ってやつはもともと心の持ちようを言うのかもな。ルカ、元凶に挑む準備はできたか？ああ、とっくに準備できてるぜ。私はまだ準備できていません。
ちは、ルカ。また会ったね。どういうことだ？お前は霊人？ごめん、ちゃんと名前を教えてなかったね。僕がラフの防衛剣士元凶だよ。ルカ、この数日ずっと君に注目してきたんだ。君が気づかないところで観客席から全ての試合を見させてもらったよ。君が素晴らしい選手であることは認めざるを得ない。強靭で機敏で力もある。もっと重要なのは自分のことを認めていることだ。君が繰り出す全ての拳から勝敗にこだわらないという勇気を感じられた。それがとても印象深かったよ。君たちの世界の境遇については聞いている。そして君がこの勝利を必要としていることも理解しているよ。あと少しで君はベロブルグと共に歴史に名を残せるだろうね。だけどラフの防衛剣士である僕にも守るべきものがあるんだ。元凶、俺は堂々と宣戦布告することなんてできやしねえけど、俺が迷ってた時に道を教えてくれてありがとな。これまでお前みたいな人たちがたくさん道を示してくれた。そのおかげで今この瞬間俺はこのリングに立ててるんだ。なあ、俺が空に向かって叫んだ言葉を覚えてるか？俺は必ず勝つ！必ず元凶を倒す！注目を集める鉄腕のルカは数々の困難を乗り越え、ついに元凶の前に立った。演武天礼が開幕して以来、ルカ対元凶の対決が観客の期待ランキングのトップを走り続けていた。ずっと待ち望まれていた夢の対決が今、銀河中の観客の前で繰り広げられようとしているぞ。試合の結末は果たしてどうなるのか、期待しながら見守ろう。この強方防衛戦の演武台に立つ人はみんな素晴らしい選手だよ。君は超一流のボクサーだ。僕が超一流の剣士であるのと同じようにね。これは試合の勝敗で変わったりはしない。元凶、俺は全力でお前を倒す。僕もそのつもりだよ、ルカ。2人の選手が位置についた。この注目の決戦が今始まる。元凶の視点がリングを取り囲んでいるぞ。警戒進行。ルカ選手は一体どう対処するのか。燃え尽きるまで。ルカ選手が元凶の視点を撃ち落とした。選手は再び攻守を逆転できるのか。俺のために鉄拳を使ってくれ。万象いずれすぎる。恐れずひるまず弱い。上昇、腐敗。大将は定まった。上昇。
将腐敗。大将は定まった。もやい。ルカ選手は本当にすごい選手のようだ。元凶が本気を出し始めたぞ。行け、悪を払う。ルカ選手はうまく反撃ができないようだ。さあどうする。ルカ選手がピンチだ。どうすればいいんだ。けがれを払う。すべてが燃え尽きるまで。万象いつすぎる。上昇腐敗。大将は定まった。恐れず昼間だ。さあ行け。元凶は最も得意とする必殺技を使おうとしている。ルカ選手、この一撃を受け止められるのか。天下無敵。天下無敵。前の飛球は本当に硬えな。俺の鉄腕はもう完全にポンコツになっちまったぞ。それなら僕も剣を使うのはここまでだ。拳で最後の勝者を決めようじゃないか。してんのか。こんな勝利はいらねえ。俺はもう敗北を受け入れることなんざ怖くねえんだ。いや、君は負けてなんかいないよ。聞こえないのかい、ベロブルグのルカ。全ての人が君のために歓声を上げているんだ。ルーカ、ルーカ、ルーカ、ルーカ。彼らの心の中では君は決して敗者なんかじゃないと思うよ。実に感動的な一戦だった。ありがとな、元凶。俺は全力で挑んで負けた。でもそれが何だって言うんだ。試合には当然勝敗がつきもので、俺も全力を出した。やりきったんだ。最後まで拳を振るい続けた。デロブルグに戻ってもこの先また次の試合がある。まだたくさんの戦いが俺を待ってんだ。マギー、やったぞ。お前と同じように俺は勝ったんだ。ルカ選手は潔く敗北を受け入れたが、会場の熱気は全く冷めることを知らない。観客は絶え間ない拍手をこの屈強なベロブルグのボクサーに捧げている。
にとってこれは勝利も敗北もない戦いだった。今この瞬間は対戦した両者がお互いを認め合ったこと、そして会場の全観客の熱狂ぶりが全てを物語っている。これまでにない勝敗を超越した戦いなんだ。おい、私を取ってる場合じゃないだろう。彼らを取るんだ。ほら早くあの二人を取ってくれ。まさかこんな形で俺の演武天礼が終わるなんてな。今までにないほどすっきりした気分だ。そろそろ荷物をまとめてリンクスたちと一緒に帰らねえとな。ルカさん、試合でお疲れのところすみません。ケーゲン将軍があなたにお会いしたいそうでして、よければ新作譜までご足労願えないでしょうか。俺に？でも俺は負けたんだぜ。将軍は負けた選手にも興味があるのか？それは私のような一階の天白市職員からはお答えできません。やあベロブルグのルカ、会えて嬉しいよ。ケーゲン将軍、こちらこそお会いできて嬉しいです。でもなんでここに呼ばれたのかわからないのですが。それは先ほど君が素晴らしい試合を見せてくれたからだ。そして君が700年の時を経て千秋楽府にたどり着き、演武天礼に出場した二人目の槍色人になったからだよ。それってまさかイゴール・ハフトのことを知ってるんですか？イゴール、実に懐かしい名だ。彼のことは知っているよ。いや、こういう言い方では少し語弊があるな。彼のことを忘れたことはないだろうか。君と彼は実によく似ている。将軍、イゴールが泉州で何をしてたのか教えてくれませんか？俺らの故郷ではたくさんの人たちがイゴール・ハフトの英雄譚を耳にしていますが、彼が他の星を旅してた時にどんな経験をしたのかは知りません。どうか教えてください。そうだな、あれは700年以上も前のことだ。当時の私はまだ若く、演武天礼の防衛剣士だった。そしてイゴール、あの赤髪で背の高いボクサーが演武台に現れたんだ。彼の繰り出す一撃一撃にまるで世界を背負っているかのような重みがあった。そんな彼は少し変わった人物だった。試合後はいつも賞金や賞品の一切を拒否し、試合を見に来た全ての人たちに対して苦境に立たされている故郷のことを説明し、反物質レギオンの襲撃に備えるよう警告していた。加えて力ある者に協力してほしいと。そうしてイゴールは順調に勝ち進み、やがて私の前に立った。今回君が元凶の前に現れたようにな。彼は黙々と拳を振るい続け、試合は膠着状態となった。しかしその戦いが終盤に差し掛かった時、彼は急に動きを止めて演武台から去っていった。イゴール、同盟の上層部は君の話を聞いた。多くの運気軍の兵士たちが君の故郷の境遇に同情している。同情以外のものはあるのか？彼らは兵を出すことができない。先週妖精から放火信号が届いたんだ。
近い将来、泉州と北条の民との間で大規模な戦争が起こると予想される。分かった、ありがとう、ケイケ。これからどこへ行くんだ？故郷に帰るよ。みんな俺を必要としているだろうからな。銀河はとても広い。故郷を救う方法も、俺の助けを求める声に耳を傾けてくれる人も見つかるはずだと信じていた。だが俺が間違っていたよ。ヤリーロ6の悲劇は取るに足らないものだった。そんな悲劇は宇宙の至るところでしょっちゅう起きているからな。誰もがちっぽけな星が消えることに慣れてしまっているんだ。俺が戦っている時、家族と友人はレギオンの侵略で命を落としてしまった。俺が拳を振るっているその時、彼らの希望は徐々に消えつつあるんだ。そろそろ行かないとな。母親が危険な時に拳を振るうことのできない子供がいたとしたら、そいつに母親の子供だと名乗る資格なんてあると思うか。また会おう、ケーゲン。いや、俺の年齢を考えるともう会うことはないか。君の勝利を祈っているよ、イゴール。お前の勝利も祈っているぞ、ケーゲン。機会があるならば、ぜひともまたお前と戦いたいものだ。今から帰るよ、母さん。俺は全ての試合に勝った。だが今度は負けることになるんだろう。演武天礼は武術によって友情を深めることを目的として開催された。しかし当時の私は一回の運気行営に過ぎず、何も変えることができなかったんだ。ただ彼の絶望的な後ろ姿を見ているだけで、慰めの言葉一つかけられなかった。彼はそうして去っていった。そして時間はあっという間に過ぎ去り、気がつけば300年の歳月が流れていた。申し訳ありません、将軍。先ほどおっしゃった星は何という名前でしょうか？ヤリーロ6。今回の演武天礼の招待状はかの星にも送ってくれ。彼の後継者が答えてくれるといいのだが。将軍、天白氏の製図航路によれば、その星はすでに消滅しています。将軍。構わない、送っておいてくれ。たとえ叶うことのない願いだったとしても。それが俺らの受け取った招待状だったんですか？イゴールが去るとき、私にちょっとした記念品をくれたんだ。これは私たちが離別する前に撮った写真だ。その日の彼はひどく失望していたが、それでも懸命に笑っていた。そして今、私は彼の後継者に贈り物をしたいと思っている。700年前、彼の故郷を助けられなかった。しかし今からでもまだ遅すぎるということはないだろう。トコ冬の日の前にて、私大守護者ブローニャランドは宣言する。本日より泉州ラフベロブルグ互恵貿易協定を発布する。ベロブルグの話は聞いたことがある。この地の人々は最も絶望的な瞬間にあっても孫悟の意志を守り続け、
運命に屈することなく夜明けが訪れるまで戦い続けたと。この英雄の故郷を自ら踏みしめ、まだ消えていない氷や雪がまるで炎のように皮膚を焼くのを感じたとき、私はこの孫悟の意志がどれほど重く、この大地で戦っている人々がいかに偉大であるかを知ったわ。今日から泉州ラフはあなた方と共に戦います。寒波が春風に変わり、凍土が肥沃な大地に生まれ変わるその日まで。友よ、君は長命氏の人生に憧れていると話していたが、我々は十分なほど長く生きるために成長し、過ちを改め、未来を変えられる時間がより多いからと。しかし君は間違っているよ、イゴール。重要なのは常に次の一撃だ。私たちの世界にとって大切なのは常に未来なんだ。人は何もないところからこの世界に生まれてくるわけではない。私たちは皆生まれる前の世界から来ているんだ。人は巨木のように互いに密接につながりながら成長を続ける。人々は歴史を作り、歴史は英雄を生み、英雄は未来を奮起させる。そして未来は新たな人々を生み出す。友よ、君のかつての叫びに応えてくれる人が現れたぞ。名をルカという。彼はただの子供ではない。彼もまた古くから連綿と連なる君たちの文明を継いでいる。ヤリーロ6の体現者だ。予想はしていたはずだ。君を生み出すような文明が簡単に滅びるはずないとね。準備はいいか、ジェパードさん。借りた勝利を返しに来たぜ。演武天礼の記念品、歴代剣士のコレクターズエディション。それにフクロウさんから早く戻って一手請求の台本を仕上げるよう催促されていますから。正直あなたたちと一緒に演舞天礼に参加したこの日々は私の人生で一番楽しい時間でした。ルカ選手は今や銀河中で大人気のスーパースターですから、将来はもっともっとたくさんの大規模な大会に出場するチャンスがあるはずです。その時には引き続きあなたが彼のコーチをして、私もあなた方のそばで密着取材できることを願ってます。そうそう、忘れるところでした。これはルカ選手と元凶さんの試合のことが載っている新聞です。
私100部買いましたので記念に一部差し上げますね。おっといけない、もうこんな時間でしたか。帰りの精査に乗り遅れてしまうのでこれにて失礼しますね。それではお元気で、またお会いしましょう。私が出場したところで一撃 KO されて終わりですよ。